EE5 戦車、EE5 戦車、3号戦車、パンズナーキャンプフワガン EE は、第二次世界大戦のドイツの20トン級中戦車である。当初は、生産が非常に少なかったが、大戦中盤、1941から1942年、頃まで、ドイツ戦車の主力であった。正式番号は SD、SDKFZ141、SDKFZ141、 1SDKFZ-141-2 ドイツ国防軍が訓練用の愛護戦車を作った後、来たるべき戦車戦術を考慮した主力戦車とすべく製造した中戦車である。訓練用の戦車による演習やスペイン内戦1936年7月から1939年3月での実戦によってもたらされた戦訓により、 現代戦車の基礎を形作る様々な新機軸と先進的な技術が投入された。新しい技術を採用して設計された E5 が主力を務め、すでに確立された技術のみで設計された4号戦車が E5 などの主力の支援を務めるという運用構想であった。1934年陸軍はこの構想に基づいて戦車を開発することができる会社に、 重量15トン程度で設計にいくつかの条件を示した戦車を発注した。15トン程度というのは当時の欧州における輸送の限界を考慮したものであり、陸軍としては20トン未満の抽選車を目指して設計されたが、最終的には20トンを超え、20トン前半の抽選車として完成した。20トン級の抽選車の中ではバランスの取れた戦車であり、 当時の主力戦車としてはトップクラスであった。ところが敵戦車に30トン級中戦車、ソビエトの T-34、アメリカの M4 中戦車が登場、退治すると火力不足に悩まされた。また、全機関において防御力が不十分だった。実際、重装甲の重戦車に対しては当戦車の攻撃力を上回る。 防御力で歯が立たず、中戦車も退治する戦車によっては、苦戦した。それでも、本社が不利な状況下での戦闘を行えたのは、連携都市機と戦術を下支えする、様々な装備、配置の功績が大きい。対戦中期には、主力戦車の任務を果たせなくなり、改良も限界に達し生産終了。三十トン級中戦車である、ソ連赤軍の t 十四や、 合衆国の M4 と比較して、開発の期間が数年早かったが、対戦中の戦訓を反映できる余地がなかったことや 75mm 砲、特に長方新型の搭載まで考慮しなかったため、そのアドバンテージも早い段階で覆されてしまい、主力戦車として運用できた期間は短かった。E5 戦車は、当時の新技術や、新しい要素を加えて設計されていた。戦車は、 操縦以外の任務は、戦車長とそれ以外のものに任されている。戦車長が操縦士をあえて選択する場合を除く。乗員が増えるということは、戦車長が指揮官に選任できる時間が増えるというこである。砲塔の形状によって1から2名の乗せている状況が多い中、当選者は3名とした。それによる優位性は以下のようになる。また、 サスペンションについても述べる。多砲等戦車のような大型戦車を除いた場合、砲塔を持った戦車の基礎となった、ルノー FT-17 系戦車。1917年、フランスは小型であった上に、小型砲塔を採用しているため、乗員が2名となっており、それゆえに1人が複数の役割を担っていた。その後の戦車の基礎となった、ビッカース・ロットン戦車。 1928年イギリスの乗員は3名であった。いずれにしても少人数の乗員は、戦闘に悪影響や戦闘中に不利になる要因となっていた。当選者の乗員は5名で、後部にエンジンを置き、全部で駆動する構造において、ドライブシャフトを間にして、進行方向に対して、車内前面左に操縦手、右側に通信手を配置。砲塔には、 戦車長、砲手、総天守を配置した。ドイツ軍が設計した戦車では、I 号戦車の乗員は2名、E 号戦車は3名であり、それらの戦車と比較して乗員が増えている。増やせた理由として一人乗りか二人乗りの小型砲塔が主流だった時代において、三人乗りの大型砲塔を採用し、それによる全体的な車幅の拡大化を含めて、車内体積が増えたからである。また、 大型砲塔を採用したのは、一人一役の実現のためである。一人一役の配置が可能となったことにより、役割が明確化、細分化が徹底され負担が少なくなった。特に戦車長は指揮と周辺警戒に専念できるようになったので、戦車同士の対決に際して有利になった。ただし、砲塔バスケットは前期のモデルでは採用されておらず、総天手は 砲塔の回転に合わせて自分で動かなくてはならなかった。H 型以降砲塔バスケットが採用され、代わりに車体の床板が廃止された。送受信可能な無線装置が本社から標準化されたことにより通信手を非重視を兼ねて独立させた。当時送信可能な無線装置は支給する戦車のみのことが多く、目視による連携であり、 戦闘中の連携が不確実なことが多かった。戦車は走行によって守られていることが前提となっている構造上、外部を見るためのスリット、クラッペ、バイザー等の開口部は防御上の弱点となり、戦闘においての不安要素となった。そのために小さくせざるを得ない。戦闘時のようにハッチを開放した状態でない場合の視野角は極めて限れたものとなり、連携を行う上において、 無線での相互の連絡はそれを持たない相手に対しては圧倒的に優位になることが可能になる装備であった。戦車長が指揮に専念できることは極めて重要であり、そのための装備が充実していたことは特筆すべきであろう。周囲を監視するためのコマンダーズ級ポラによる視界の確保、タコ方による戦車内部における伝達の明確化、無線装置による部隊における 指揮系統の確立。指揮官による命令系統が明確であり、個々の戦車のみならず、部隊としても統率がなされていた。これこそが電撃戦を支え、機構師団という新基軸、そしてドイツ陸軍の強さの秘訣といっても過言ではなかった。これらの戦車長による指揮のための装備が他国の戦車にないことが多いことからも、いかにこの戦車が、 戦車戦闘を想定しているかが伺えるであろう。だからこそ火力走行ともに優れる T-34 などの戦車と遭遇しても対抗することが可能な下地となったのである。E5 戦車が戦車として史上初というわけではないが、本社はトーションバー式サスペンションを装備した。これは後の重量級の戦車にも採用される優秀なサスペンションである。 大型化した車体の車服を利用した長いトーションバーの合成を利用でき、天輪のストローク幅も大きく取ることが可能となり、比較的大型の天輪を採用できた。ただし、トーションバー式サスペンションで設計されたのは、量産型となった E 型からであり、それ以前の形式では他の喧嘩方式で設計するなど試行錯誤しており、最初からトーションバーで設計されたわけではない。 戦車による機動戦闘を想定し、その主力となる当戦車には、基本性能としての不正値での行動力を高い水準で求められた結果である。トーションバー式サスペンションにも欠点はあり、サスペンションを車台外部に取り付ける外装型である。戦車が多い中、当戦車のサスペンションは車台を貫通する大型のものであり、加工において精度が要求され肯定。 コスト的にも厳しく生産性が低かった。このため、ポルシェ博士は、外装式のボギー型トーションバー式サスペンションを開発し、一部の重戦車、駆逐戦車に搭載している。また、床部分にトーションバーがあるため、車体の仮面に脱出ハッチを作ることができなかった。E5 戦車の手法は、A 型から G 前期型は 37mm46、後継を装備。 G 後機型から J 前期型では 50mm42 後継砲、J 後機型から M 型は 50mm60 後継砲が搭載、N 型は 75mm24 後継砲が搭載された。ただ、37mm 砲搭載については批判されることがあるが、この批判は結果論の面もあり、また捉え方によって評価も変わってくる。まず、 当時のドイツ軍所有の戦車で考えた場合、37mm 砲、搭載型でもいい合戦車と比べれば、対戦車能力は向上しているため、一概に火力不足とは言い切れず、対戦初期に主力扱いされていた、チェコスロバキア製の LT-35 と LT-38 の手法は 37mm 砲であり、保有する戦車に比べ火力が不足していたわけではなく、 実際、37mm 砲搭載型の E 型でも配備時点では十分な対戦車能力を持っていたと言える。しかしながら、これら E5 戦車 LT-35、LT-38 LT はジャンル的には10トン級の軽戦車であり、20トン級中戦車である本車を同等に比較することには無理があるとも言える。スペイン内戦で使用された T-26 軽戦車の 45mm 砲は例外だが、ポーランドの 7TP 軽戦車、T-26、7TP 共もに、ビッカース6トン戦車のライセンス生産の10トン級や、日本の95式軽戦車、7トン 37mm 砲を有している。むしろ E5 戦車は、軽戦車のジャンルにおいて攻撃力が低い戦車だったと言える。つまり、 e い合戦車は、軽戦車で多用されていた 37mm 砲の搭載でも、e い合戦車と比べれば、火力強化という結果になったが、中戦車のジャンルとして見た場合、火力が低い戦車であったのである。この時点において、軽戦車は明らかに火力が防御力を上回っていた状態であり、防御においては消火器をかろうじて防御する状態であった。このことが、軽戦車が、 火力の強化によって戦場から駆逐された理由でもあった。ただし、37mm 砲搭載も理由がある。もともと、戦車部隊の関係者は、将来の戦闘や設計時から見て、対戦車能力が高い 50mm 砲を初期型から搭載することを主張していたが、補給部門は装備の共通化の観点から、不評が装備する 37mm 対戦車砲と、 共通化することを主張しており、そこで妥協案として、初期型では三十七ミリメートル砲を搭載するが、後から五十ミリメートル砲が搭載できるように、設計しておくことで決着がついた。この時点で五十ミリメートル砲を搭載しなかった、ことへの批判も少なからず存在するが、もともと良い移行設計時点では五十ミリメートル砲の設計は行われていたものの完成はしていないため、 物理的に 50mm 砲が装備できず、その完成を待つだけの時間がなかったことや不評が、装備する 37mm 対戦車砲自体、設計時点では、ドイツ軍としては、最新の対戦車砲であり、本社が設計内し完成した時点では、十分な威力があると考えているものも多く、実際、当時想定される敵に対しては有効な、対戦車能力を持っていたともいえ、 補給部門の主張も根拠がないわけではなかった。なお、50mm60 後継砲、5cmKWK39 は 50mm 対戦車砲、5cm パック38と共通の弾薬を使用していた。だが、戦争中盤には 50mm 砲であったとしても、敵戦車に対して不利な場面が多かった。三人乗り砲等により、主砲の発射速度が高いため、 火力の不利を補っていた。例えば、T-34 の 76.2mm 砲が一発撃つ間に E5 戦車の 50mm 砲は3発撃つことができたが、効果は限定的であった。特に単方針42口径型は敵戦車に対して2が重かった。ただし、長方針60口径型はソ連戦車に2が重かったが、 イギリス戦車に対しては有効であり、長方針型で、やっと戦車らしい働きをすることができたが、全体で見れば、主力戦車としての役目を終えつつあった。そのため、75mm48 後継砲の搭載が可能な4号戦車へと主力の座を譲り、それに伴って、余剰となった 75mm24 後継砲を搭載することで、 力支援任務への転用が可能ではないかと言われるようになった。これを受けて、同法の搭載が検討され試験を受け、結果、搭載は可能であるとされたため、最終型として、手法以外は L 型や M 型と変わらない 75mm24、後継砲搭載の N 型が製造され、火力支援へと回されていくことになった。ただ、 その頃には 75mm24 後継法は、初速の遅さゆえに、鉄鋼弾を用いての対戦車戦闘で通用するものではなくなっていたが、成形策薬弾を用いれば 50mm60 後継法よりも優れた貫鉄能力があり、一応対戦車戦闘は可能であった。戦車の性能について、攻撃に使用する法の重要性は当然であるが、 防御の走行について無視することはできない。そして走行は、車重と関係し車重は、発動機の出力との関係性を意味している。発動機の出力不足は、ナチスドイツ軍の重戦車の弱点となったがそれは、急激な重走効果が原因であった。その変力はこの戦車でも見ることができる。当戦車も当時のドイツ戦車と同じように入念な。 試策が行われたが、試作戦車は、軽戦車レベルの走行しか施されていなかった。開戦当時、ナチスドイツ軍は、戦車の数量が少ない状態で当戦者の資品も、作戦に投入せざるを得ずその結果、これら試作品の、戦車の多くが失われた。ドイツ走行師団の中核戦力として構想された、戦車であったが、結果的に見れば、第二次世界大戦初期から、 苦難の日々を歩むこととなった。機動力を重視した軍の要求する速度に、即応するためのサスペンションの検討に、様々な方式を検討することとなり、初期には生産が父として進まず、第二次世界大戦の開戦時は必要数が、揃わなか。それでも、e 5戦車は、開戦時における、ドイツ軍戦車部隊の主力として扱われていたが、事実上の主力は、 E5 戦車やチェコスロバキア製の LT-35 と LT-38 であった。対フランス戦が始まる頃には数も増え、北アフリカ戦、独ソ戦の頃には名実ともに戦車部隊の主力戦車となった。しかし、フランス戦での戦闘にて重装甲のイギリス軍不評戦車、マチルダイ不評車は30トン級の装甲を撃破することができず、 敵の対戦車砲で容易に破壊されるなどの問題を指摘されていた。さらに、独祖戦が始まると、37mm 砲搭載型の EE 号は、ソ連赤軍の T-34、30トン級や、キロボルト -1、40トン級に対して、全く無力であることが明らかになった。そのため、50mm 砲搭載型が戦場に投入されたが、 大祖戦には 50mm 砲搭載型でも非力な面が目立った。しかし、北アフリカ戦線では、イギリス戦車側の事情から、クルセーダー巡航戦車のような甲の薄い戦車が多数を占めていた撃破が可能であり、特に J 型以降の方であれば、北アフリカに M4 シャーマン30トン級が登場するまでは十分な対戦車能力を発揮していた。しかし、 本社の戦闘能力が、戦況が要求する水準に達した時期が短かったため、対戦車能力は不十分とされることが多かった。また、砲塔ターレットリングの直径が小さく、長方身の 75mm 砲搭載が不可能であったため、改良も限界に達した。対戦中期には、4号戦車に主力戦車の座を譲り、続く V 号戦車、 パンターの実用化とともに生産は終了した。e 5戦車は、後のナチスドイツの重戦車、主力戦車の基礎になったことからも、後の戦車開発技術に与えた影響は大きかったが、一方で、基本設計時点での軽さ、基礎は15トン級による、発展性制限により、生産と改良が実践で要求された水準に常に及ばなかったことから、主力戦車としては短命であった。 ただし、時間的に余裕のある時期に入念に作られた本社の、車台に用いられたサスペンションは後に用いられるような、複雑なものではなく、重量とのバランスが優れており、車台は、アルケット社で生産される、突撃砲、後に E5 突撃砲と、故障に転用され、配線直前まで生産が続けられた。その結果、突撃砲は、製造数において、 ナチスドイツの走行戦闘車両としては最多なっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。